アベニュー番地はアメリカ合衆国ニューヨーク州アミティビルに所在する伝統家屋である。112は実際には番地ではなく住居番号である。1924年に築造されたベッドルームが6部屋ある20世紀初頭風の家屋でハイホープスの名で知られている。作家ジェイアンソンがこの家をモデルにして怪奇小説アミティビルホラーを書き またいくつかの映画が作られた。1973年のオーシャンアベニュー112番地1965年、デフェオ一家がオーシャンアベニュー112を購入した。1974年11月13日、この家の23歳になる息子ロナルド・デフェオ・ジュニアが彼の両親と4人の兄弟姉妹全員を射殺した。後の1975年の裁判で彼は、 頭の中にいる何者かの声に、殺せとせき立てられていたのだと主張したが、終身刑の判決を受けた。ロナルドは現在、ニューヨーク州ビークマンにある、グリーンハーベン終身刑務所に服役中である。1975年12月、ジョージ・ラッツがこの家を購入し、妻・キャッシーと3人の子供と共に引っ越してきた。だが彼らは、わずか28日でこの家を手放すことになった。 この家に住んでいる感、感受ずっと得体の知れない、怪奇現象に脅かされていたのだという。この話にヒントを得て、1977年に、J、ジェイアンソンが、小説、アミティビルホラーを書き、1979年には主演、ジェームズ・ブローリン、共演マーゴット・キダー、ロッド・スタイガーで、ハリウッドにより、同タイトルで映画化された。しかし、この話には、 かなりの嘘があることが指摘されている。とはいえ、一家残殺のあった家に、ラッツ一家が越してきたことや、最後の結末は事実である。しかしそれは、映画とは違い、経済面でのトラブルによるものである。1976年1月に、ラッツ一家がこの家を手放して以降、噂は、あっという間に広まり、多数の野獣馬が殺到して、近隣の安寧を妨げた。 そのため大幅な修繕が行われ、象徴的だった人の顔を連想させる窓は取り除かれた。観光客が押しかけることのないよう住所も変更された。惨劇が行われた地下室も修繕が行われた際取り潰された。ありがとうございます。